今年の高松宮殿下記念世界文化賞の建築部門の受賞者であるグレン・マーカットさんに懸賞メダルが授与されました。オーストラリアからは初めての世界文化賞受賞者となる建築家グレン・マーカットさんへの懸賞メダル伝達式は先ほど首都キャンベラの日本大使皇邸で行われました。冒頭、山上大使は日本美術協会総裁日立宮様からの 本来なら東京でお目にかかりメダルをお渡ししたかったが新型コロナウイルスの影響で授賞式が中止となり誠に残念ですとのお気持ちを伝えました。 マーカットさんは母国オーストラリアの自然や風景と調和した建築で知られ、世界的に高い評価を得ています。今年は新型コロナの影響で受賞者が住む国でメダルなどが授与されています。